おや、これはいいんじゃない？やべーい、ドッキングでしたよね。はい、レオンチャンネルです。仮面ライダーグリスの新フォームアイテムのデラックスグリスパーフェクトキングダムを一通り紹介しましたので、今回はビルドドライバー以外での連動ですね。これとか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 、いろんなデラックス玩具を使って様々な連動サウンドを確認しましょう。じゃあいろいろ検証していきますが、まずレビュー時に僕が一個、鳴らし忘れた音声があるみたいで、ボトルをセットして、ビルドドライバーにセットして回すと普通に変身音、若元さんボイスが鳴りまくりますが、ボトルを抜いた状態でセットすると BGM のみと、その後に回すとカズミンボイスが鳴るそうです。やってなかった。普通にグリスパーフェクトですね。本当だ！ファーマーズフェスティバルとか言わずに、BGM だけがこっち側から鳴ってる。発光連動もいい感じですね。で、こっからセリフが鳴るの？ああ、本当だ！特別な連動の仕方だ！悪魔の科学者がカズミンボイスが鳴った、ボタンを押してないのに。あとボトルが入ってないからブルー、レッド、イエローとか言いませんね。わ、すごい、ありがとうございます、教えていただいて。そしてボトル、グリスフルボトルはビルドドライバーにセットするとスペシャルの特別なサウンドが乗りましたが、ロボットじゃないっていうことはエボルドライバーにセットすると、おお、スペシャル、エボルトボイスでスペシャルだ。って感じで、トライアルフォームサウンドのままですけど、ちゃんとエボルトボイスで、スペシャル言ってくれますね。他には、スクラッシュドライバーだとどうなる？てか、色合わせ、むっちゃいい。あ、普通にチャージボトルだ。って感じで、これは共通サウンドですね。フルボトルバスターはどうなる？フルボトル。フルボトルか。フルボトルブレイクで、ここは特に特別な個別サウンドはならずですが、発光いい感じっすね。じゃあ、エボルドライバーで、グリスパーフェクトいこう。ビルドドライバーと連動は変わりませんね。あ、でも同じか、ちゃんとエボルドライバー側のサウンドもピタッと止まって、発光だけが残って、こちら側から変身音が鳴りますね。で、このまま、これが最後の祭りだ！セリフを楽しむこともできると。ブルー。はい、待機音とかはエボルドライバー用のものに変わりますが、サウンド連動はいつも通りって感じですね。こんな感じなんだ。ブルー。
特にエボルドライバーだからって特別感はそんなないかな。でも見た目的にかなり悪っぽさ出ますね。形的にツインブレーカーがいけるはずなので、これもセットしてみましょう。二つのレーンがありますもんね。ボトルなし。レディーゴーで、チャージオン。本体側からツインブレーカー側から鳴ってますね。トリガー。レッツブレイクで全部こっち側からだからセットは可能だけどサウンドは特に変わってないけどボトルをじゃあセットするとどうなる？ビームモード。見た目すごいな。これも本体側から何もサウンドが鳴りませんので、クローズドラゴンをセットした状態とかと全然変更なしと。とはいえ見た目がね、派手なアイテムが入ってますので、豪華な感じ。こういう可能性もあったわけですよね。じゃあ、ハザードトリガーも組み合わせましょう。排気音が渋滞しちゃってますけど、相変わらずのこの強引な増設感。被りまくり、もうレンジがチーンの後にファーマーズフェスティバルとか言っちゃうから、どっちの音声も聞こえづらくなっちゃってますね。こういう連動か、必殺は？あ、こっちはまだいいかな。マックスハザードオンだと。おや、これはいいんじゃない？やべえ、ドッキングでしたよね。いいじゃん、いいじゃん。合ってるよ。あ、これも完璧だ。ハザードフィニッシュからのパーフェクトキングダムフィニッシュで遊べる組み合わせて。ね、サウンド被ってませんもんね。やべえ、ドッキングがすごい。もう一回聞こう。やべえ、ドッキング。これがじゃあボトルなし版だと。
寂しいな。じゃあさらにエボルトリガー使おう。ハザードフィーバーからか声優陣大集結みたいな、そういう変身音になっちゃいましたが、かぶりまくりっすね。必殺。ここも被るか。じゃあ、オーバーオーバーザレボリューションで、こっちはいいかな、フィーバーフロー。あ、でもチャオの部分とかかぶっちゃうから、どっちかっていうとハザードトリガーの方がタイミングバッチリ連動するって感じですね。ちなみにプチ情報ではありますが、ヒゲとジャガイモのコラボレーション、スペシャルパワーコラボレーションみたいなこともできますね。あ、でも一致団結言ってくんないか。奥まではまんない。他にも普通にボトルとかはセットすることはできます。そっか、ここ奥まで。はまらない感じか。じゃあ最後はドライバー側の電源をオフにして、パーフェクトキングダムのサウンドのみを確認しましょう。ブルーとかイエローとかもうちょっとちゃんと聞きたいですもんね。あ、ボトル入れないと。基本的に待機音とか全部こっちから鳴るから電源オフしてても割と問題ないですね。ブルー、イエロー、レッドの部分は。こういう感じですね。爆発音とかも全部鳴ると。サンバガラス部分聞きましょう。さすがにしっかり聞き取れるな。って感じで今回は2つのアイテムがついてますから、とにかくいろんなデラックス玩具と連動して遊ぶことができまして、個人的にはハザードトリガーとの連動がすごい良かった。以上、デラックスグリスパーフェクトキングダムと様々なデラックス玩具との連動検証動画でした。